あ、スーパーマリオメーカー2かな、うん、そうだね。まあまあ、今回はそんななんかめちゃくちゃ声張り上げなくてもいいような気がしますね、さすがに。うん、そんな感じがする。スーパーマリオメーカー 2! やる気満々じゃねえか。コインを取ったら即終了、コイン泥棒は許さんぞ。ということで、はい、まあ見ての通り、マリオ、いつもマリオ一人ですが、後ろに、なんかよくわからん緑色の物体がいますが、ルイージな。もう一発クリア行きましょう。一発クリア、一発クリア目指していきましょう。あー、まあ頑張ろう。だってコイン縛りの神じゃん、俺ら。神、もう神になろう、これ一発で行って。はい、いきなりな、いきなりな、これな。どういく、これちょいジャンプだよ。あー、大丈夫か。で、これでこうよ、ここが大ジャンプ。いいね、うん、危ない危ない危ない、危ないよ。これはカビキックか、でも下から炎出てきてないか、大丈夫か、うん、大丈夫そう。だからこれはカビキックでこういきますわ。いいね、ナイス。よっしゃー。で、おー、しゃがめばいけそうだね。しゃがんでいけばいいのか、これ下って書いてあるもんな。しゃがんで、はっ、あー、え、シャボンとかあんの、シャボンとか、おー、あるの、シャボンあるみたいだね。あと A ボタンで呼び寄せられるということで。なるほど。でこれ下行ってジャンプだったの、途中でここで待っとけ。いいじゃん、頼む。バカ野郎これ取ったらどうなるんだろう。え、何もなんかなってなくない。ちょっと一旦進んでみて、多分積んでると思うんだよな、取っちゃうと。ああ、そういうこと。多分 P で入って、うん、このコイン取ったら、うん、なんかが変わってるみたいな感じなのかな。ほら、なんか埋まってるんだろうね。コイン取っちゃうと砲台が上に上がってくるっていう。いやー、そういうことか。面白いシステムだ。いや、申し訳ない。いや、なんか落ち着くわ、やっぱコインを取らないっていうことに、うん、精神安定剤的な何かを感じてしまっている俺は。それ依存だよな。コイン縛り依存になってる。怖すぎる。ごめん、押しちゃった。大丈夫かな。いいんじゃない。オッケー、行こう。あ、そっか、うん、ちょっと押しちゃえばね。そう、押しちゃえば行けたのか。オッケーオッケー。まあちょっとグレーではあるけど、もう行けますよ。グレーゾーンね。で、待ってると入れるようになると、うん、お、今のところこれ一応一人でやるようなんだけど、うん、二人プレイも一応今のところいけてますね。いけてる。これもこっから大丈夫か。でもこれ敵は倒していいわけだから、うん、まあ二人でせーので乗るぞ。よし、行きましょう。せーのって言えよ。じゃあバカー。狭い狭い。ここはちょっと狭かったな、うん、どう行く。お互いがお互いを避けながら行くしかないか、うん。足りねえってやっぱり足場。ああ、俺めちゃくちゃ耐久して頑張ったんだけどな。あ、ちょっと遅いなあいつ。もうちょい時速40キロぐらい出してビューン行ってほしかったけどな。もう40キロだと速すぎるけどな。でも上田さん時速100キロぐらい走るもんね。走れません。俺モーター積んでるんすか。だって俺がさ、一緒にさ、エジプト行った時チーターと一緒に鬼ごっこしてたよ。誰それ。俺じゃねえよ多分。うまい、うまい。お前さ、ふざけんなよ。邪魔マジで。いやー、こんなうまくいくとは思ってなかった。行くしかねえか。そうね。これは、あ、いけそうじゃない。あ、いけそう。ナイス。素晴らしい。で、行かないと。ナイス。いいね。かー、これ。これどういうこと？え、まずはあそこに行かないと始まんないんだけど、あれ勢いついちゃう。いや、そうだよね、揺さぶられたらもう両端コインですから、うん、だからちょっと思いつきました、私。なんでしょう。こうです。なるほど。ピシャー。で、俺が2個目移って、君が1個目でってことだよね。じゃあまず私2個目移り、カメラ動けよ。あー、取っちゃった。うわ、緩めることが必要なのか。か、揺れちゃうよ。むずっ。あー、でも理論上はいけそうだな。で、移りますよ。はい、こんな感じで、うん、ちょっと揺らす、助走が必要なんだ、うん、ちょっと揺らす感じで。おはようございます。 OK。 うわぁ、ちょっと、っいや、二人プレイの弊害。俺の余韻が残ってた。あー、ひゃーってことは、ちょっと止まるまで待つか、うん、ちょうどいいタイミングで行くかって感じになってくるな。そういうことだな。まあもう止まるまで待っていいけどな、正味。うん、意外と画面も広がりそうだもんな。広がりそうだし、もう時間もいくらでもあるんで。そうね、時間もある。なんなら2年ぐらい待って止まるの待ってくれる。2年こんな待たれてもね。あ、止まってくれる。ああ、なんかハンドスピナーみたいな感じなのかなと思って、あれ全然止まらんやみたいな。ああ、1回回すと多分5年ぐらい止まんないじゃん、ハンドスピナー。いや、もうすぐ止まるけどな。あ、意外に止まる。うん、え、なんか上田さん持ってなかったっけ、ハンドスピナー。何個か持ってたね。持ってたよね、うん、なんか流行りに便乗して買ってたようなイメージあるわ。、うん、俺は絶対買わねえと思って買わなかったけど、流行りの雑魚いやつを買うんだよな。でもなんかめっちゃ YouTube で一大ムーブメントあったもんな、ハンドスピナーの。マジあったわ。え、あれどんくらい前。
え、いつ頃 ?2、3年前いや、6年ぐらい前なんじゃないかな。え、自粛期間より前、うん、全然前。全然前。そっか。そんぐらい前か。うん、5、6年前か。前懐かしい。あと、鮮度の鉄球ムーブメントもあったよね。あいやな、それちょっと前だけど、うん、そういう一大流行りみたいな最近なくない？そうね、うん、アルミ玉とか。そう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 、そうだ、アルミ玉団子みたいな流行ったわ。トンカチで叩きまくってみたいな。そうそうそう。かぁ、俺ら作るか、コイン縛りムーブメント。いや絶対作らねえ。誰もやろうとは思わない。あれみんなが手軽にできるからやるもんだよ。いやそうね、うん、こんな手軽にできねえから。俺らの見て真似しようとして挫折してきた人何人も見てきたから。はい、間違いない。あれこれむずくねってなるからね、みんな、うん、俺ら楽しそうにやるじゃん、だいぶ。そうね、その裏にどれだけの努力と苦労があるかっていう。うん、ぶねえな。いけるか、ナイス。じゃあ、いきます。おいしょ。もういっていい、いけるわ、ナイス。オッケー、来たよ。ほいレイ、頼んだ。ナイス。あとちょっと気をつけて。よっしゃ、ナイス。オッケー、中間が欲しいよ。うん、マジで中間欲しい。これどん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 。あ、意外といけるわ。あ、意外と俺好きかかもしれない。あー、でも取っちゃった。上があんのか。うわ、上が。あー、なるほど。え、でもさっきのノコノコのやつより俺は全然好きだな。おー、あ、危ない、危ない。オッケー、いいかい。いいよ。あー、取っちゃった。そこの上きついよな。あー、で、ここは、ここは、いや、意外にむずいんだよね。で、大ちゃんだ。ほい、で、上田ちゃん、上田ちゃん、なんか今嫌な音聞こえたけど大丈夫かな。俺取ってないよ。俺チナ取ってないよ。チナ、あはぁ、取ってない。いや、お前からチリ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 嫌な音聞こえてたよ。じゃあ一旦このお城かな、うん、お城のブレーカーを落とすわけよ。で、ブレーカーを落とすとベルトコンベアに電力がいかなくなるわけよ。はいはい、電力いかなくなってビューンって止まるわけよ。無理違反だよ、それは。無理違反だ。来てる、来たよ。オッケー、俺行った。ごめん、ちょっと一気に行っちゃうかも。うわ、当たった。きついかー、これさすがに。すまん。ちー、ちょっと押されちゃったな。これどうすればいいんだろう。え、ここがちょっとむずい、ここがちょっとむずい。オッケー、超えて。俺も行くよ、俺も行くよ、行くよ、行くよ、俺も行っちゃうよ。これで、ナイス、よし、ジャンプ、おりゃー、やったー。よっしゃ、ここなんか2人プレイの弊害というかむずさ出てたぞ、これ。いや、出てた、出てた。めっちゃ狭かったけど、間に合い、間に合い。オッケー、オッケー。いやー、ちょっと中間欲しいんだけど。いや、中間欲しい。もう欲しいけど、ある、これ。うん、どう、切る。中間ないの、むずくね。えー、うわー、ツタ使っていけと。これさー、ツタ長。あ、止まった。これさー、奥行ったらカメラついてこれそうかな。いや、どうだろう。とりあえず私からいきますよ。お願いします。まず上か、これだと思うね。まず上を抜けていって、まず上で、はい、下で映る、上行って、よー、一発で行けちゃった。マジか。あー、カメラ足りんかった。うん、いや、多分カメラ足りる。あ、足りる。うん、でもなんか一発で行けたから、意外と難易度は簡単だ。意外と簡単。うん、あ、いや、でもこれミスったらまたあそこに逆戻りってことだろう。うん、めんどくさい、めんどくさい。ナイス。よしよしよし、頼んだよ、上田さんの方見れないからな、俺。OK、 いけるか。そこで言われると、うわー、滑ってる。手袋滑ってる。軍手つけて、そんな白い手袋じゃなくて。軍手だろ、これ、役割的に。いや、明らかに滑り止めついてなかったやん。そのつぶつぶの滑り止めついてるタイプのやつに変えといて。軍手な。行くよ、俺も。あ、行こうよ。こんぐらいで映っていいんじゃないか。で、いい。それ参考にするわ。意外ともう早めに映っちゃっていい。うん。上、気をつけるよ。危ない。うわー、あったー。あ
絶対無理だ。初見じゃ無理だけどワンチャンいけんじゃねえかこれ。いけるのか。でも楽しいな二人ゲーム。おチンチン楽しい。いいえ、全く楽しくなくなった。最悪でしょ。楽しいねゲーム。おチンチンとか誰が楽しいねこんなの。その後のドヤ顔で楽しいって聞いてくる。せーので着地するぐらい。違うな、せーのドン、うん、せーのドン。まだこれいけんのかな。いや最悪持つっていうのが俺の中であるんだけど、うん、これちょっと希望見えたか。見えた見えた。なるほど、持ってやると、うん、2人がちょうどいい感じに着地できてね、うん、揃うっていう。地球みたいな形してるけど地球みたいな形してるけど教科書にあるけどね、保険の教科書に。何回見たことか教科書で。えまさか保険体育ガチででしたから私。なるほどね、うん、勉強としてみたんですね、うん、ああそういう意味じゃないですよ。まあ俺の友達に体育実技のクロールの横乳で抜いてたやついたけどな。お前言わないじゃないですかそれ。クロールの時の息継ぎのとこの横乳で抜いてたからね。キモすぎる。ごめーん。よっす、はい、だーいことだだー。よし、バサーッ。何今の生き方。でもなんか汚かったけど。行けばいいんじゃない、行けばいいんじゃない。とりあえず先に中間欲しい。中間さすがに中間欲しいぜ。分かってるよな。スタッチださーシャクサじゃん。シャクサって誰。やったさー。じゃあスタートからやり直しましょうか。なんでだよ。一番それが意味わかんねえ。ここまで来たやつよ。ボスって書いてます。だからあれかね、缶コーヒーのボス。いやコーヒーのボスじゃない、メーカーじゃないからこれ。あの青い缶コーヒーでおなじみ、ボスではないですか。はいはいはい、え、なになに、なにきつ、誰、どっちかってこと。これさ、攻撃避け攻撃避け続けないといけないみたいな感じ なのか。これそうか、下の、ね、下のあのあれか、ね、あのヘルメット、うん、で P が押されて多分ドアに入れるようになるんだよここの。マジか。だからこれ避け、2人でこれ避け続ける。うわ、でもいや中間あれば何でもいい。そうね。じゃあレミを担当して、俺右レミ担当するから。オッケー。この辺でちょっと、うわ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 、え、分からん分からん。何どうすればいいの。え無理なんだけど、倒しにもいけないもんね。いや、なぞこれ。レミーみたいに言うこれさ、ボールに当たったらバーンって跳ね飛ばされるわけやん。うん、だからなんだろう、筋トレしてウェイトトレーニングとか重ねてブレない芯を作ることから始めるべきだよね、多分ね。インナーマッスルかな。今までのこと何だったんだよ。インナーマッスル鍛えて、ボールに当たってもブレないような体作りからここで始めるべきということで、スクワット100回、ここで。いや、長友優斗かこれ。あ、ここをさ、あ、意外と俺絶対領域見つけた可能性出てきた。なんか1個のところを行ったり来たりする、うん、ちょっと俺見えた、見えたかも。なんか動きまくるんじゃなくて、一定のところを行ったり来たりするとちょうど避けれるような、うん、なるほどね。割と一定なんだよ、うん、あいつがボールを出すスピードっていうのは。だから俺らも一定に動けばかわせるタイミングはある。そうか。ラミ大だよ、ゴブラミ誰だ。レミだよ。話しやつ作んな。で、ポリーが見えんだ、そんなやつで、ザジーがなんそれなわけよ。お、いいよ。お、いいよ。これ大丈夫か。 OKOKOK。 なんで。あ、でもまあ避けたことになるのか、実質的に。うん、うわ、俺初成功。ガチか。いけたいけたいけた。マジザジーのマジーみたいに、ザジーみたいに言うな。待って、あ、いいかも、いいかも。いや、うわっ、え、マジで取っちゃった取っちゃったけど、あ、いい周期入ってた。うわー、いけてたわー。だって一番いいもん今まででね。君の一番、そっか、これ一個以外、うん、残ってるわ。うわー、あー、ちくしょ。コルトックレベル2000。体長6メーターぐらいあるのよ、今のコルトックは。伝説級じゃねえかよ。バカでかい。
大丈夫その音、あすっげえ怖かったけどその音、あ撮ったわ。もうちょっと待って、もう一回もう一回やらして、悔しすぎる。俺のミスで終わんのやだなんで俺のミスなら終わっていいみたいなやめろ、はい俺ミスった、じゃあ帰るねみたいなことやろうとしてるやん。うわこいつ悪だな。うわ、投資かよもうさぁ、お疲れだそうです。来る、入れ、よっしゃよっしゃ、何してんの、何してんだよバカ、生きてる生きてる生きてる、きれいにクリアさせろよ何してんだよ、もう全部俺、全部俺、もうお前死んだから、もう全部お前死んだからよ、あれ死んでんだよお前マジで、何してんだよ一緒にゴールさせろ。もう最後ぐちゃぐちゃ、何なんでハインダーゼにスピンして死んだの。はい、84分19、長すぎる。ギリ2人プレイでプレイできることになってるんで、うん、ぜひ皆さん、まあね、友達いないと思うけど皆さんは、いや失礼なら絶対いるだろう。まあ友達いる方はぜひこのコース超おすすめでございます、うん、はい、4種の武器でボムシューティング、ウェポンシューティングやっていきたいと思います。はい、今回ですね、うん、ボムヘイ、ボムヘイ、ボムヘイをどんだけ倒せるかということですね。250体以上、多分これなんかちょっとさっきこのコースのコメント見たんだけど、うん、370とか、はいはいはい、とてつもない数倒してる人もいたんで、なるほど、そんぐらい狙っていってもいいんじゃないかっていう。そうだね、一番倒したいね、一番を目指していきたい。はい、だからディズニーランドでいうバズライトイヤーの、うん、あれ なんだこれ、でもなるほど、スイッチで倒していくってことね、タイミングよく。はい、俺バズライトイヤーのやつ2万点ぐらい取ったことあるからディズニーランドのすげえな、無双してましたから。うん、これタイミングよくボン、えこれいいじゃん、めっちゃいいじゃない、結構いいぞ。でえ、なになになに、あなんか今ちょっと一瞬フェイント入ったよね、フェイントあったね。で、あれ終わっちゃった。なるほど、左の火の玉がこう来て、うん、なるほど、1ステージ目は46体、え待って、4つつってたよね、うん、間に合わなくない、間に合わない、視力24でギリギリ250いくぐらいだぞ、うん、これちょっとまずいね、全然300いく気配ないんだけど、ちょっと集中したいよ、集中して、まあ同じようなギミックだ、なるほど、さっきより速い、発射神経、はい、ナイス、いいんじゃない、もうパンチバン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 早いよ、早いって、ダッダッダッ、え、これほんいける300なんて、いけるんじゃない、頑張れ、で、コーン、コーン、ラストスパット、いけ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 、反射神経、あー、もう終わっちゃう、上田は60歳だけど、俺の方が若いから、いけると思うんです、ない年な、幼馴染なんだから、えいいじゃねえだろ俺だけヨボヨボ設定になって上田さん、ヨボヨボ、俺より年上っていう設定じゃないんじゃないですね、なるほど、幼馴染だったか、うん、あ、忘れてた、なんで忘れんだ、一番大事だろでも今とこ、え、100、え、どうやっても240にしか行ってないんだけど、さっきから、うん、300なんて行く兆しないぞ、ちょっとここで、どっかで稼げそうだけどな、こことか、なるほど、すごい稼げそうじゃない、こうこうえ、どうすればいいのこれ、一回ちょっと待った方がいいのかな、そうだね、じゃあ一回待って、パパパパパーンパンパンパーンパパパパパパーン、いいじゃんいいじゃん、これタイミング重要だな、そう間違いない、ドドドドン、今何体、今何体、今165、え待って、これクリアできない可能性とかも出てくる、いやそうね、やばいじゃん、すぎて、あれ、あ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 、待って、あー、もう終わっちゃった、待って、3ステージ目終了でしょ、うん、4つの武器でって言ってたよなこれ、うん、え、もうラストこれ、ラストになっちゃうね、これ、え、ラストになっちゃうよね、ラストになっちゃう、え、嘘だろなんだ、ここ稼ぎ時な気がするぞ、BGM 的に、うん、押しまくる、押しまくる、連打しまくるわ、とりあえず、それが大事だわ、とりあえず連打しまくればいけんじゃない、いけんじゃない、いけんじゃない、連打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 、300いかしてくれ、300いかしてくれ、いいぞ、いいぞ、300、え、これ、あと20、15、いけいけいけ、370いく、370いく、ここで、ここで370いく、320でしょ、だって、火の玉どっかやと、何の玉どっか、いけいけいけ、え、あ、いけ、300、よっしゃ、よっしゃ、おー、めっちゃいった。
すげえわ。380、最後のでもう全部やん。うん、ステージの中、オラオラって書いてあるからね。オラ、ほんとだ、オラ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 っていう、なんかジョジョの奇妙な冒険みたいな感じになってるけど。うん。え、もう今までの過程全部いらないぐらい最後で稼げましたね。はい、間違いないね。もう最後で全部回収したんじゃないこれ。250ぐらい行ってたもんな。最後でね。で、それでゴールと。へぇー。めちゃくちゃ楽しかったな。え、これちょっと、うん、みんな何点いったのかちょっと見ていいか。そうだね。じゃあちょっと俺もコメントしようかな。これみんなコメントしたんだよ、その3桁を。数字をね。そう。何体倒したか。そうそうそう。だから、俺もちょっとコメントしといて。嘘つくなよ絶対無理だもんな。980。カウントしないあたりもさ、なんかこう。リアリティを持たせてる。リアリティあるからね。うん。700。はいはい。もう一番上に嘘ついてるやついるからな。ってことで、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、そして Twitter もやってるんで、お互い頑張ってるんで、ぜひぜひチェックのほどお願いします。お願いします。じゃあ、またやるか。やだ。